ス少年たちの活躍でスペースビーチの破壊に成功。地球の危機は回避されたかに思えた。大きな傷を負ったメガトンはやがてダークエネルギーの力によって復活。ますます手を集める異石機関軍だ。さらにはトランスフォーマーの力を手に入れて悪用しようとする人間の組織がベックまで現れた。戦いは激しさを増す。